マッチ12回戦を行います。赤コーナー、東洋太平洋ウェルター級チャンピオン、146パウンド1/2、フィリピンレム・サンテリア。ここまで13戦して13勝、まだ負けを知りません。東洋太平洋ウェルター級チャンピオンのレム・サンティアンです。挑戦者、東洋太平洋ウェルター級9位、146パウンド1/2、天佑マルキジム所属、渡辺博士。現在6連続 KO 勝利中、今回が初のタイトルマッチということになります。東洋太平洋ウェルター級9位にランクされています、天佑マルキジムの渡辺博士です。さあ、それでは今日の試合を、ルールを説明しておきましょう。3分12ラウンド、1回に3回ダウンするとノックアウト負けとなります。3ノックダウン制、スタンディングダウンは取りません。偶然のバッティングによりまして試合続行不可能と場合は4ラウンドまではドロー、それ以降はジャッジペーパーによる採点ということになります。OPBF 東洋太平洋ウェルター級タイトルマッチ、チャンピオンレブ・サンティラン対挑戦者渡辺博士の試合、第1ラウンド開始のゴングが鳴りました。まずは赤コーナー、チャンピオンのレブ・サンティリアン、白いトランクス、そして白いリングシューズです。左のグローブを引いています、サウスポースタイル、ボクサータイプです。そして青コーナー、青いトランクス、そして青いリングシューズです。このリングシューズはこの試合のためにあつらえました。現在東洋太平洋ウェルター級の9位にランクされています、天佑マルキジムの渡辺博士です。左を伸ばしていきました、チャンピオンです。さあ、前日の計量では両者が 66.5キロ、ウェルター級のリミットは 66.68キロですから、両者ともに1回でそのリミットをクリアしています。右を伸ばしていきます、チャンピオンです。渡辺博士はここまで16戦して13勝2敗1分け、この13勝の中には10個の KO が含まれています。そして現在は6連続 KO 勝利中、今日の試合を勝って KO の数連続記録を7に伸ばし、さらにタイトルを手にしたい渡辺です。左を伸ばしていきます、渡辺。そしてチャンピオンはここまで13戦して13勝負けなし、今回が初の海外での試合ということになります。もちろん日本に来たのも今回が初めてです、チャンピオンのレブ・サンティランです。あっと、右が伸びた、左ダッキングでパンチをかわしました渡辺です。投げて、右暴れつけて。まずはお互いに静かな立ち上がり、リードブローを伸ばしていきます。左伸ばした渡辺、渡辺の持ち味はこの左からの右ストレート、そしてチャンピオンの持ち味は左のアッパー、そしてカウンターです。左を伸ばしていきます、チャンピオンです。あと距離が詰まる接近戦、1ラウンドから目の離せない攻防が続いています。第1ラウンド残り1分というところ、左伸ばしていく、左チャンピオンレブ・サンティアン。渡辺の、課題というとパンチを打った後ガードが下がるということなんですが、そこに課題を置いて練習を続けてきましたな渡辺です。ゆっくりとプレッシャーをかけていくのはチャンピオン、右を伸ばしました渡辺。お互いに一発にパンチがあります。破壊力のある中量級ウェルター級のタイトルマッチ、第1ラウンドです。まずは立ち上がり、左カウンター、左あーとパンチをもらった、カウンターの左、チャンピオンのパンチが当たった、渡辺後ろに下がる、右あー左、ボディにパンチを返した渡辺、距離を取りたい。さあ、チャンピオンがプレッシャーをかけていきます。ロープに詰まった渡辺、右はかわしました渡辺です。さあ、第1ラウンド残り10秒、踏み込んでいきますチャンピオン渡辺、なんとか持ちこたえたい。いいパンチをもらってしまった第1ラウンド、ここで第1ラウンド終了です。このラウンドまずいい形で立ち上がりを見せたのはチャンピオンです。第2ラウンド開始のゴングが鳴りました。第1ラウンドまずいい立ち上がりを見せたのはチャンピオンのレブ・サンティリアン、ワンツーから左のストレートが渡辺の顔面を捉えました。右を伸ばしていきます、左ワンツーを返す渡辺、距離を取りたい。ここまで渡辺は6連続 KO 中、
ほとんどが右ストレートで相手を倒してきました。この試合に向けて渡辺は6月にサイパンでの走り込みのキャンプを行っています。そしてスパーリングは120ラウンドを超えました。一方のチャンピオンは母国フィリピンで70ラウンドのスパーリングをこなしてきました。距離が詰まった接近戦、渡辺なんとかガードでパンチをしのぎます。サウスポーのチャンピオンに対しまして渡辺は右構えのオーソドックススタイル、右のリードブローを伸ばします。チャンピオン、チャンピオンは今年の1月韓国のユン・ソクヒョンを12ラウンド判定で倒しまして、このウェルター級のタイトルを獲得しました。今回が初の防衛戦ということになります。さあ渡辺後ろに下がる、チャンピオンのプレッシャーを受けて右ストレート、渡辺の右ストレート、さあ前に出ていく渡辺。第1ラウンドはいい形で左をもらってしまった渡辺、そのあたりのダメージはどうか。第2ラウンドに試合は入っています。右をついて前に出ていくチャンピオン、カウンターには注意しなければいけません。渡辺左のアッパー、そしてカウンターを持ち味です。チャンピオンです。さあフェイントの掛け合い、左から右、右ストレート、渡辺です。低い体勢でパンチを交わしたチャンピオン、左を伸ばしていきます渡辺です。前回の試合はボディで相手をマットに沈めました。そのあたりのコンビネーションも持ち味です渡辺です。左をボディに持っていきましたチャンピオン、左を返します渡辺。さあ第2ラウンド残り1分を切った、あ右ストレート、右ストレート、渡辺の右ストレート、カウンター優に顔面を捉えた、ワンツーを返しますチャンピオン。さあ左を伸ばした、お互いに足が止まる、リングの中央軽くステップを踏んだ渡辺、左に左に回っていきます。サウスポー対策としては左に回っていくこと、常に同じところにはいないで動き回る、そう話していました渡辺です。さあ左を伸ばしていく渡辺、右を返すチャンピオン、ボディに一発パンチを持っていきました渡辺です。していきます渡辺、左を返したチャンピオン、カウンターで左入った、渡辺左をもらった、後ろに下がる渡辺、ボディにパンチを返した渡辺。さあ第2ラウンド激しい打ち合い、距離が詰まる、ここで第2ラウンド終了。さあ東洋太平洋ウェルター級タイトルマッチ、これから第3ラウンドです。白いトランクスがチャンピオンのレブサンティリャン、チャンピオンの後ろ側にテープがついていました、それをレフリーが取りました。そして青いトランクスが日本の天佑マルクジム渡辺博です。攻守が目まぐるしく入れ替わります。第1ラウンド第2ラウンド、ここまではほとんどイーブン。サウスポーのチャンピオンに対しまして右構えの渡辺博、サウスポー対策としては外国人スパーリングパートナーを呼びまして猛練習を積んできました渡辺です。左のカウンターを狙っていきますチャンピオンです。右を伸ばしたチャンピオン、ステップでパンチをかわしました渡辺。ともに77年生まれ、同年代のタイトルマッチということになります。さあ右を伸ばして左を伸ばしていきます渡辺、パンチをかぶせるような形、チャンピオンです。容易に中に飛び込みません渡辺、左を伸ばした、リードブローが顔面を捉えます渡辺。さあ後ろに下がる渡辺、徐々にプレッシャーをかけていきますチャンピオン。ステップを刻んだ、リングの中央距離を取ります渡辺、 B 軽く右を出しました渡辺。さあ低い体勢で中を覗いていますチャンピオンです。さあプレッシャーをかけていく、右をボディ渡辺、左を伸ばしていきます。中に入るとパンチをもらうから距離を取ってアウトボクシングに徹していきたいという話をしていましたマルク会長。アスカルズ左ストレート、チャンピオンの左、さあ渡辺としては今ちょっと不用意にパンチをもらいました。タイミングでのパンチ、ちょっとキョトンさせたような表情を見せています。自分としてはスリップでダウンをしたという印象を覚えているのかもしれません。少しバランスを崩して
しました渡辺、右を返した。さあほとんどそのダメージ的には問題がないようだ。まだ強烈、左のカウンター、チャンピオン体を入れ替えた。左の赤を突き上げる、左右のアッパー、終わった。渡辺が返す、左を返す、左のダブルから左のフック、左のフック、アッパーを突き上げるチャンピオン。右のクロス、渡辺の右のクロス、左、渡辺の左、渡辺が左を返す。しかしカウンターで左を突き込んできます。チャンピオン第3ラウンド、ここも激しいラウンドになっている。さあ渡辺攻めるか、攻められるか、前に出られるか。中に強引に踏み込みますと、すでに第10ラウンド開始のゴンが鳴っています。レフリーからまだ試合開始の合図がされません。さあボックスの合図がされました。第10ラウンド開始です。先ほど第9ラウンドの終盤に、左目の上をカットしました渡辺。かなりの血が流れていましたが、そのあたりがこれからのラウンドにどう影響するのか。右が、やや入りました渡辺、軽くヒットしました渡辺です。再三プレッシャーをかけていきますチャンピオン。また距離が詰まるか、左を伸ばして体を入れ替えました。左ストレート、チャンピオンの左、右枠を切った渡辺。また先ほどカットした部分から渡辺の目の上、血が流れ始めています。少し深いかこの傷。この試合2回目のドクターチェックです。鈴木博史コミッションドクター、第9ラウンドはゴーサインを出しましたが、この2回目のドクターチェック、 OK のサインが出ました。しかし2回のドクターチェックを受けただけに精神的なダメージはどうか、そのあたり、この第10ラウンドを入れても残り3ラウンドです。終盤の3ラウンド、渡辺博史なんとか持ちこたえることができるか。左を伸ばしていきますチャンピオン。少し視界が悪くなったか、左目の上をカットしました渡辺。ワンツー、ワンツーから左ストレート、左ストレート、少し視界が悪くなったか。渡辺はパンチをかわしながら左を伸ばしていきます。足を使って距離を取りたい渡辺、また目の上から血が流れて始めました。右のバディ、あと左、左のアッパーを突き上げるチャンピオン、左ストレート、あ左カウンター気味、左が入ったチャンピオン。さあ低い体勢からボディを狙っていく渡辺、渡辺宏、足を使って距離を取りたい、距離感はどうだ。ここでチャンピオンに対しましてバッティングの注意が行われました。渡辺の目尻の上から、目の上からはかなりの血が流れ出始めています。少し視界が悪くなっているか渡辺。この試合に向けて調整を万全に行ってきましたが、第9ラウンド左目の上をカットしてしまいました。これは予想外、渡辺左、左をもらいました渡辺。しかしまだダメージはないような表情を見せています渡辺です。チャンピオン、このラウンドもプレッシャーをかけていきます。ついていく渡辺が左をついていく、チャンピオンの左は要警戒。渡辺がこのラウンドは前に出ていく、左右のフック、顔面に、あーた、右フック、渡辺の右フック、もう一度右フック、再三いいパンチを放っていきます。左のジャブ、渡辺の左のジャブ、右ストレート、左のストレートを返します。チャンピオン、ここで第10ラウンド終了。さあ残すラウンドはあと2ラウンドです。このラウンドを入れても残り2ラウンド、終盤の11ラウンド開始のゴンが鳴っています。ワンツー、渡辺のワンツー、このタイトルマッチに向けて万全の調整を期してきました渡辺。右ストレート、これは不十分、クリーンヒットしていません渡辺。しかし第9ラウンド左目の上をカットしました、これは予想外。渡辺としてはしかし持ち前のハードパンチでなんとかこの劣勢を克服できるだろうか。渡辺
距離が詰まるか。ロープを背負っているのは渡辺、右から左のコンビネーション、コツンコツンとパンチを当てました渡辺です。さあ渡辺にとっては未知のラウンド、11ラウンドに入っています。スタミナの問題はどうか、ダメージはどうか。序盤に1回スリップとも思えるようなダウンを取られました。本人としてはこれは納得がいかない様子をダウンした後にしていました渡辺です。左左打ち下ろしの左、さあ距離を取りたい渡辺、右のフックチャンピオン、右を返した渡辺、カウンター気味にパンチをもらった渡辺、さあどうだ、ここも打ち合いになるのか。左チャンピオンの左、左のストレートが顔面を捉える。もう一度踏み込んでチャンピオン、左を伸ばしていきます。リードブロー渡辺、また血が流れて始めました。少し視界が悪くなったか渡辺、そのあたりはボクシングセンスでなんとか克服したいところ。さあここまでは6連続 KO 中、その中にはあの坂本博之でさえ倒せなかったバードバドを KO で倒しています渡辺。その持ち前のパンチ力には定評があります。ここまでは自分のボクシングをしてきました。カウンター気味、カウンター気味に左が入りました。ここでマウスピースが落ちている。しかしここはレフリー止めません。試合続行です。右ストレートコツンと当てた渡辺、かなりの血が顔面から流れています渡辺。ここで一旦ストップをかけますレフリー。マウスピースをこの試合2回目です。今度は渡辺博のマウスピースではなくチャンピオンレブサンティランのマウスピース。さあ最終の終盤に入っています。11ラウンド、このラウンドを入れて残り2ラウンド、右をボディに持っていった渡辺。ここまでは五分と五分、しかし序盤にダウンを奪われている渡辺、少し不利か。後ろに下がってパンチをかわした渡辺、右を出していきます渡辺です。左をついた、もうかなりの血が流れています渡辺の顔面。左を伸ばす、右のリードブロージャブ、あとカウンター用にパンチが来た渡辺、いいパンチが入りました渡辺。今度は右にボディ、右ストレート顔面、上下の内訳を見せます渡辺。この辺りも持ち味、さあ前に出ていく、左のカウンター、ボディを狙っていく渡辺、渡辺がボディを狙って、さあ打ち合いになった、さあ打ち合いになった、渡辺も前に出ていく。11ラウンド、ここでゴングです。残すは最終12ラウンドということになります。試合がもつれました。 OPBF 東洋太平洋ウェルター級タイトルマッチ、チャンピオンのフィリピンレブサンティラン対日本の東洋太平洋ウェルター級9位です。これが初のタイトルマッチ挑戦、渡辺博です。チャンピオンの初防衛なるか、それとも渡辺博がタイトルを奪取して新チャンピオン誕生か。この12ラウンド、お互いの闘志を燃やし尽くします。左を伸ばしていく渡辺、ここまではお互いに五分と五分、渡辺上体を揺らしながらパンチをかわしていく、後ろに下がりながらパンチをかわしていきます渡辺です。しかし第9ラウンド、左の目の上を切りました渡辺。ここまでは2回のコミッションドクターのチェックが入っています。さあ最終12ラウンド、全てを燃やし尽くせるか渡辺博。チャンピオンも後ろに下がらない、低い体勢、前に出ていきます渡辺。左フックから入りました渡辺、今度は左のボディ、右ストレート、上下の内訳、低い体勢からパンチを繰り出していきます渡辺。さあ最終12ラウンド、ここまではお互い一歩も引かない、打ち合いが演じられています。さあ渡辺、軽くステップを踏んで距離を測る、右ストレート、これは不十分、もう一度右ストレート、右ストレート3発、カウンターを持っているチャンピオン、パンチを合わせてきます。左ストレート、渡辺が避けています。渡辺の左の目からは大量の血が流れています。さあ左に打って前に出ていく、渡辺が左に打って前に出ていく、さあ前に出る、渡辺が前に出る、ロープを背負ってチャンピオン、体を入れ替えました。さあ最終ラウンド、お互いの全てを出し尽くします。後ろに下がった渡辺、最終12ラウンド残り1分、左のストレートチャンピオンです。左が全て回っていきます渡辺博、通り
ター級タイトルマッチ、チャンピオンのレム・サンティラン初防衛なるか、それともウェルター級9位の渡辺博が新チャンピオンとなるのか。OPBF 東洋太平洋ウェルター級タイトルマッチ、レブ・サンティアン対渡辺博のタイトルマッチは最終12ラウンドでも決着がつかず採点による判定ということになりました。さあこれからその発表がなされます。ドロー引き分けでございます。結果はドロー。闘志を燃やし尽くした両者、1ラウンドから続いた12ラウンドまでの打ち合い、結局判定ドローということになりました。東洋太平洋ウェルター級タイトルマッチ、初のタイトルマッチに挑んだ渡辺博だったんですが、最終12ラウンドにも決着がつかず判定はドロー。無念の判定ということになりました。渡辺博、しかし日本だけではなく東洋にも通用する破壊力ということを示した一戦であったということも言えるんではないでしょうか。名古屋国際会議場で行われました OPBF 東洋太平洋ウェルター級タイトルマッチ、チャンピオンのレブ・サンティアン対日本の渡辺博の一戦、チャンピオンレブ・サンティアンの初防衛ということになりました。これから渡辺のさらなる飛躍に期待しまして、この辺りで名古屋国際会議場